こんにちは、ひかりです。今回はね、今ね、石子粘土っていうのがあって、100円ショップでこういうやつなんだけど、今使いかけなんだけど、石子粘土を使ってクレヨンしんちゃんに出てくるマサオくんを作ろうと思ってます。これね、こっちが邪魔か、これですね。はい、まあね、 3体分を今ね一気に作ってるんだけど、一応設計図がこれですね。はい設計図ってほどのもんじゃないけど、これですね、マサオくん、これを作ろうと思ってます。この顔のマサオくんって意外とフィギュア化されてないような気がするんだよね。で、これなら僕でも描けるかなと思って、ちょっと描いてみたら描けたんで、まあいけるかなと思います。で、こんな感じでね、石子粘土で、まあ簡単な形だからマサオくんを選んだっていうのもあるんだけど、まだね、複雑な造形できないからね、一応こんな感じで頭だけでいいんだけど、一応ね、胴体もね、あのまあこけしみたいな感じで、うん、胴体にしようかなと思ってますね。で、一応この穴は何の穴かっていうと、このフィギュアーツ、これ素体として買ったんだけど、この子に合わせられるようにこの穴ですね、ぴったりだと思うんだけどな、こんな感じで、はい、はまるんですよね。はめるとまあボディもできるよみたいなやつですね。一応これだけ穴開いてるんだけど、他のやつはね、穴開けてないんだけど、で、まあ、ボディはね、それぞれちょっとサイズ感を若干変えてますね。これとか、こっちは大きめとかね。で、マサオくんで、あと必要なのが耳ね。耳。耳もね、2、4、6個あります。で、石子粘土ってね、まあ、石の粉の粘土って書くんだけど、これ、乾くんがね、遅いんだよね。紙粘土とかと比べて。その分、なんか長持ちするらしいんだけど、で、待ってる間、まあね、だいたいいつも何個か一緒に作るんですよ。時間かかるから乾くのに。もうだいたい丸一日乾かしてるんだけど、まだこう、中見てもらえばわかるんだけど、若干ね、色がね、まだこう見てわかるんだけど、まあ、まあでもだいたい大丈夫なんだけど、まだ多分、この子のね、芯の部分は乾いてないと思うんだけど、まあ乾かさなくてもいいんだけどね。でね、その間に何してたかっていうと、これですね。以前ね、から作ってるウルトラウーマン。まだ名前は決まってないんだけど、ウルトラウーマンの仕上げにかかってますね。まあ前はね、パテで胸とお尻をちょっと大きくして女性らしい体型にしたんだけど、あとはね、髪の毛をね、こう作ってますね。このウルトラウーマンは以前作ったウルトラマンメビウムと、あとウルトラマンメビウスね、の母親ですね。で、ウルトラマンリョウの奥さんなんだけど、まあ、リョウが死んだ後ぐらいに、まあ、闇落ちする設定にはなってます。こんな感じで髪の毛、まだ乾いてないんだけど、さっきやったばっかで、全然ね。これも作ってる途中ですね。こっちはまだ半日も経ってないかな。まあ何時間かしか乾かしてないんだけど。こんな感じで体のね、周りをこう髪の毛がね、こんな感じで。まああれですね。メデューサ的な感じですかね。で、こっちはもう半日というか、もう丸一日は経ってないけど、半日以上経ってるかなって感じはする。乾かしてね。もう、この辺の頭とか耳は乾いてるんだけど、この子のね、芯の部分が若干、乾いてなさげなんだよね。そうそう。で、まあ、一応ね、この子のね、髪の毛作った時に、余った粘土を、まあ、戻すのもあれなんで、こんな感じで、なんていうんだっけ、ニョッキだっけな、こんな感じのキャラクター、なんか NHK にいるよね。イオン虫のキャラクター。まあ、それをちょっとオリジナルでなんかやろうかなと思って、ちょっとこの子のこんな感じで、はい、作りましたね。作ったっていうかね。あとね、まあ、まだ今のところは別にそこまでですね、成功なものを作ってるわけじゃないんで、どうでもいいんだけど、もうちょっと、こう、作る前に、粘土をこねた方がいいのかなと思って。うん。もっとこねると、こんな感じのひび割れみたいなのが、もうこれはちょっとね、作った時はあれなんだけど、若干ね、ひび割れじゃないけど、こんな感じ？あるかな？こんな感じの、こう、段差みたいなのができちゃうんだよね。こねないとね。これがなくなって、もっとこねた方がいいのかなって。でも、前よりはね、こねるようにはなったんだけど、もっとね、こねた方がいいのかなと思いますね。何分も何分も。こねると、もっとね、こう、滑らかというか、綺麗になったりとか、あと、こねてる途中とかにも、手に水をつけたりするともっといいんだけど、今回はちょっと省略しちゃってますね。まあ、そんな細かい造形がないんでね、ほんと、玉作ってるだけなんで、ほんとね、手でコロコロするだけなんでね。まあ、マサオくんと、一応ね、このね、髪の毛にも一応ね、設計図あるんですよ。これね。これが設計です。ひどいもんだよね。
まあ、そんな感じで、まあ、もうちょっとしたら乾くと思うんで、乾いたらまず耳をつけて、その後にまずこの頭にね耳をつけてから塗装の塗装していくかな。まず肌色でスプレーで塗って、で髪の毛のライン描いて、髪の毛は筆塗りかな。うん、髪の毛の色をねどうしようか悩んでるんだよね。まあリアルにやるんだったらグレーでいいんだけど、アニメだとマスオ君の頭って水色っぽいじゃん。どうしようかなと思って、でも水色でやっちゃうとなーとかも思うんだよね。まず水色が家にないしね、あの青の絵の具がないんですよね。だから買ってこなきゃいけなくなっちゃうから、グレーでやるかもしんない。でこっちのねウルトラウーマンの方は、まあ塗装かな。あとねうまく塗装しないとね、なんかサーフェーサーとかちゃんと拭かないとねペタペタしてくるんですよ。やっぱ夏だっていうのもあったりとか、時間経つと今までのオリジナルウルトラマンとかもね結構ねペタペタしてきちゃうんですよね。なんか何回も塗装し直したりしてるんだけど、だから今回もねちょっとサーフェーサーを全体にまんべんなく拭いてから塗装していこうかなと思います。はい。あとメッキのスプレーは使わない方がいいような気がするから、メッキスプレーは今回使わずに背面はグレーにしようかな。シルバーかな、グレーかな、まあ、そんな感じにしていこうかなと思います。本当はもっとね爆乳にしたいとこなんですけど、まあまあ多分この時ねあのパテが足んなくなったんだよね。パテでやんなくてもよかった気もするけどね、石こ粘土とかでもよかった気もするけど、うん、まあそんな感じでやっていってます。はい、じゃあ次行きましょう。接着剤ですね。これねやっぱ便利だね、強力瞬間接着剤、ダイソーのやつなんだけど、やっぱ小分けになってるから固まっちゃったりしても捨てやすいし、しかもまあまあ使えるしね。うん、かなり用途も広いですね。切り取り線にちょっと開けんのこれ、どうやって開けんのこれ、あれ今までどうやって開けてたっけな、ハサミよいしょ、ここ切ればいいのかな、大丈夫、なんか表面まで切りそうだけど、これ危なそうだな、中身切っちゃったらやばいからな。中身切らない程度のところで開けないとね。んこれ開け方どうやって開けてたっけ今まで。なんかこんなことやって開けた記憶ないんだけどな。この前も使ったんだけど忘れちゃった。ああ、いた。まあ一本ずつ。上から使った方がいいのかなこれは。この前真ん中あたりから使い始めたからさ、どれ開けてたっけなって分かんなくなったんだよね。接着剤で。とりあえずあの今回やることは、あのこのマサオくんの頭にマサオくんの耳を接着してから塗装しようかなと思って、見てこれだ、なんだか分かりますか、このキャラクター、暇だった時落書きしてました、乾いてるの待ってる間にね。でこれはねこんな感じで、ここにリングみたいなのがついてるから、このリングが意外とねあのなんかのパーツになるんで取っといてもいいと思いますよ。ではこんな感じでつけるともう自然とね破けるんでね、ここはねまあつけるようになるよって感じで、あ出てきた、じゃあつけましょう。これもちょっと後はあるんで、ここにちょっとこうちょんとやって、こうかな、ほんと瞬間的につくからいいですよね。瞬間的じゃないか、まあまあ時間かかるな。あれこれ思ったよりあれだな、形もうちょっと計算すればよかったな、あんま考えずに作ってたわ。ここか、あもっと耳の形成功につければよかった。あとで痩せればいいやとか思っててもあんま痩せないんだよね最終的には。まあこんな感じ、なんか位置が微妙だな。よし、なんか耳でかくね、耳でかくね、平気かな。じゃあこの反対側にちょうどここら辺かな、
この辺かな。まあ、かなり強度はね低いんだけど、まあしょうがないよね。マサオ耳、まあ、しばらくこうね手で押さえておかないとね。まあ、逆に言うと本当に1分ぐらい押さえてればね確実に乾くんでね楽ですよね。よいしょ、もういいかな。あ、1分もかかんないね。あれ、なんか猿だな。耳でかすぎかな。もしかしたらちょっと手入れるかもしれないこの後。うん、じゃあ次ちょっとこの子やっていこう。どっち上にしようかな。こうかな。どうだろうな。こうだな。ここだな。印つけろって話だよね。そこはね、僕流にやっていくんで、印はね、ちょっとあんまりつけたりはしないですね、今回は。まあ、つけりゃいいんだけど、ちょっといいや。結構待ちだからね、このくっつくまでね。はい、くっついた。そしてここはここら辺でいいかな。うん、こうだな。まあもしね失敗しても、まあどん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 新しく作っていけばいいんでね。この乾くの待つ時間がね、まあ、塗装とかもそうなんだけど、やっぱ乾くの待つのがねかなり時間かかっちゃうんでね。よいしょ、あれ、あ、いや、うん、まあ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 、耳はちょっと大きめの方がマサオくんっぽいでしょう。うん、まあね。次マサオくん3号。これちょっと顔大きいんだよな。よし、これまたこう押さえて、まあすぐちょっと息とかかけると早い気がする。あ、まだか。動かさない方が早い。いいね。やっぱもうちょっと耳全体的にちっちゃい方が良かったかもね。うん、おっと垂れちゃうね。こうかな。いや、最後にマサオくんのさ顔描かなきゃいけないわけじゃん。それが緊張するよね。こんだけいっぱい作ってさ、最後の最後で失敗したら台無しだもん。やっぱ顔が一番大事だからね。耳の大きさとかなんかいくらでもなるけどさ、顔よ。顔の目とか口とか、特に目だね。目が失敗したらもう一気になくなるからね。あと耳をねつけようと思った理由は、まあ塗装するのがめんどくさいっていうのもあるんだけど、あの耳の位置が分かった方が髪の毛描きやすいんだよね。顔のバランスが分かりやすいから、まあいいかなと思って。よし、すぐ閉めないと。閉める前にね、一応ねこう拭いといた方がね、なんかねくっつかなきゃいいんだよね、あのキャップが。わあ、めっちゃ垂れてるじゃん。わあ、くっついちゃった。これねくっつくとね、なんか熱くなる指が。ああ、この台にもついちゃった。台っていうか、なんていうのこれ、工作用のさ、このボード、このボード100円なんだけど便利だよ。だいたいこれ使ってる人多いよね、 YouTube とか見てても。一般の人はね。大丈夫かな。閉めといて。よし、じゃあこの後はこのマサオくんの頭をあれですね、肌色で塗装します。肌色で塗装してスプレーでね、その後は筆塗りかな。全部
筆か顔はペンの方がいいのかな。サーフェイサーは拭かなくていいでしょ。なんか若干歪んでね、耳白だから写しづらいんだよね。あと本当はもっと表面とか撫でて滑らかにした方がいいみたいなんだけど、まあ今回はね、こっちはまだ乾かないんで、本当はまだこっちもね、多分これなんか乾ききってないと思うんだよね、芯まで。一応あれですね、服の色は緑かな。うん、マサオくんといえば黄緑だっけとか、なんかちょっと濃い緑とか緑系にしていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。よし、じゃあスプレーでね塗っていきましょう。まずは、まあ、練習というかマサオくんのボディの方から緑で塗ります。どうだろう、これ置いたままぐらい大丈夫かな。割り箸で掴んでこうやって塗装しようと思ったんだけど、まあ大丈夫そうだね。よし、しばらく使ってないからやばいな。大丈夫かな。よし、よし、全然色つかないな、なんか塗り方悪いけどいいか、これでね。本当はもっとね薄く塗った方がいいんだけど、まあ、こんな感じでいきましょう。ちょっと反対側も塗りたいな。反対向きにしなきゃ。あー、新聞広げすぎたな。ちょっと新聞広げすぎました。あ傾いちゃった。早速役に立つぞお前が。あ、これでやらせればよかったんだ。最初から掴んで逆向き、この向きにして、なんかな、今一つだな。ね、ちょっと たっぷり塗りすぎだけどね。もうなんかつけてるみたいになっちゃってるけど、まあいいでしょう。服はこんな感じで、はい。ということで、じゃあこの子は一旦遠くに置いときます。なんか一旦こっちに置いといて、よし。じゃあ次はフェイスですね。あ、フェイスはちょっとこっちの方で。緑がつくな。ページめくろう。ページめくってちょっとここで折ろうね。あ、もう1ページぐらいめくっとこう。ここでやります。ごめんね、なんかほんと段取りがね。で、ベージュでいいかな。色どう思いますか。ベージュでいいと思いますかね。微妙なとこだよね。まあ、だから今回1個しかやらないんだけどね、練習で。よし、あ、いいね、いい感じじゃない。なんか出が悪い気がするんだよな。夏場だからそんなにな。なんか見ても分かんないな、濡れてるかどうか。よし、で反対向きにして、本当はこれ触んない方がいいんだけどね。あ、割り箸の向き逆にしないと緑がついちゃうわ。よし、よし。で、じゃあ乾いたら反対側を塗って、次の工程に行きます。よいしょ。はい、塗装完了しました。塗装完了してないや、スプレーの塗装は完了しました。ヘッドにボディですね。いやー思った色にはならないね、やっぱり。うん、家にあるものだけだからね。ベージュがね、ちょっと光のライティング難しいかな。はい、めっちゃ白に近いですね。めっちゃ色白マサオくんで、服もなんかちょっとこれ白くなっちゃってるけど、服もね、思ったより濃いですね。もっと薄い緑がいいんだけどね。まあしょうがない。もうね、次からはもうちょっとちゃんと絵の具のカラーをもう一通り揃えて、自分で色をさ、こう混ぜたりなんだりして、
作っていこうかなと思いますので、筆塗りでいい気もする、これだったら。筆塗りとか、うん。で、もうちょっとなんか、極めたくなったら、極めたいっていうか、まあ、うん。まあ、もうすぐ買おうと思ってるんだけど、あれね、エアブラシとか使えたらいいなと思いますね。じゃあ、これからこれに、これとこれか。これはまあ、ボディはこのままなんだけど、ヘッドに顔を描いていくんだけど、どうしようかなと思って。とりあえず髪の毛の生え際は、ボールペンの黒でこう描いてって、その中を、まあ、グレーか。で、筆塗りするって感じかな。顔は、ボールペンで下書きして、その上から、こういうネームペンで書いていけばいいかなと思うんだけど、どうかな。ね、それでいいよね、多分ね。だからネームペンと、ボールペンで、基本は書いていく感じかな。そんで、まあ、あ、そうだね、グレーで塗って、その後なんか、まあ、そういうの頭って、点々点々って黒があるから、その黒を突き出せば完成するかな。あと、口の中が赤だから、それはまあ、まあ、筆で塗るほどの量じゃないんで、ガンダムマーカーの赤、これか、を使おうかな。じゃあ、やっていきます。マサオくんの顔、できましたね。っていうか、まだできてないんだけど、ボールペンで描くって言ったけど、ボールペンじゃない、もちろん描けませんでしたね。はい。ということで、生え際と、フェイスで、はい。描きました。まあちょっと思ったよりね、白いね、肌がね。ほぼ無塗装みたいな感じになってるけど、これで、今から筆塗りになるんですけど、ここに水入れてますね。綿棒に水、これ。綿棒じゃないけど、入れ物に水入れて、筆ね。筆100均のはね、1本100円のやつはね、使えるんだけど、5本100円とかのは使えないんで、まあだったらタミヤの120円のこの細筆。椅子がこれさ、ちょっとうるさいよね。ゲーミングチェアなんだけど、こううるさいね。ゲーミングチェアって静かな方がいいのにね。まあいいや。まあ、これを使います。どっから開けんだ？いや、ハサミだ、開けよう。よいしょ。タミヤの筆、初めて使う。買ったのめっちゃ前なんだけどさ、なかなか筆塗りする機会なくて、めんどくさくって。んで、一応今回は、グレーで塗ります。青はいいんだけど、水色が。ないんで、はい。でも黒なんかほんとちょっとでいいんですよ。多分。こんなぐらい。見えてる？全然見えてない。こんぐらいですね、黒は。こんなの、これでも多いんじゃないかな。で、白。白はちょっと多めに。見えるかな。どんぐらいだろう。ちょっと一旦これぐらいにしたら、これで白を足していけばいいんだから。ね。でこれ捨てていいんかな、この筆の先端のこれはね。それ捨てていいんだよね。よし。水で。これ希釈って言うんだっけ。まあ一回筆の先を整えておかないとね。そして、これを混ぜると。あー、思ったより黒いな。すげえ黒の威力って。あー、ちょうどいいちょうどいい。混ぜてったらちょうどいいぞ。これぐらいじゃない？ごめんね、なんかライトの感じとホワイトバランスとかのいろいろ関係で、この絶妙なグレーの色は見えないかもしんないんだけど、今俺モニターが確認しづらいんだよね、今斜めだから。ごめんね、ちょっと位置的にね、俺もモニターを今一つ確認できないから、映ってるか分かんないけど、まあとりあえずこんな感じですかね。はい。うん。あ、ちょうどいいんじゃない、このグレー。ちょうど良さげだけど。これをパレットにするとね、そのまま捨てられるんでね、洗い物をする手間が省けるんで楽ですね。綿棒の蓋。よし。じゃあ、マサオを塗っていきましょう。まず真ん中辺から。あ、いいんじゃない？まあ悪くないんじゃないかな。もっと薄くてもいいんかな。どうなんだろう。あ、全然いけるいける。筆塗り楽だな。今までなんで筆塗りしなかったんだろう。めんどくさかったんだよね、筆塗りっていうのが。いちいち筆とか水とかめんどくせえなと思ってガンダムマーカーで塗ってたんだけど、よいしょ。生え際がちょっと難しいね。
生え際は撮影しながらやんない方がいいかな。よし、うわ、あべ、俺一旦乾くの待った方がいいかな。生え際、なんかすげえ昔の少年みたいになっちゃったよ。マサオくん自体がそんな感じだからいいんか。よし、背面、クレヨンしんちゃんって割と今風のアニメだよね。家族構成とかさ、キャラクターとか、その描写がね、超あれ現代っぽいというか、ね、よし、よいしょ、さあもうちょっとだ。うん、いいんじゃない？あ、濡れた濡れた。よし。あ、はい、指についてしまった。これは何？アクリル絵具かな？これは。うん。よし、いいんじゃないかな。あ、まだ、ちょっと。頭の先端がちょっとあれだな。あ、こんなならなくてよかったのか。先端ちょっと。よし、こんなもんかな。あ、なんかマサオくんっぽくなってきてない？あの、もうちょっと青だね。まあ、カラバリってことで、今回は。うん、肌が白くて、髪の毛がちょっとグレーのマサオくんって感じで。耳大きめだね、やっぱりね。こうかな。よし。ってな感じで。まあ、ボディはね、もう特に塗ることないんで。これであとは乾いたら、またさっきのネームペンで、頭に点々点々点々って書いて、完成です。はい、ということで佐藤正夫完成しました。はい、正夫くんできましたね。一応ね、ぶっ飛ばすぜベイベーの時のね、正夫くんなんで、ベイベー正夫と命名しました。はい、こんな感じ。最後にね、艶消しトップコートもまあスプレーしたんで、色も落ちづらいんじゃないかなと思います。頭は坊主でグレーですね。うん、あ、ちょっと首が前すぎたかな、接着したときね。まあでも、そう、まあ正面から見るとちょうどいいんでね。ボディはね、緑色で。はい。この色合いが難しいのを見せるのが、こうやって見せた方が顔がわかりやすいかな。ホワイトバランス的にね。こんな感じ。顔がね、こう、なんていうの、マスオくんがさ、暴走するときに、なる、暴走っていうか、なんか、決め顔ともまた違うんだけど、なんかね、任せすぎなみたいな時にする顔ですね。よく映画とかでよくする顔なんだけどね。まあ笑いどころですよね、しんちゃんの映画の中でもね。耳はね、大きめなんだけど、まあ次からちょっと小さめにしていこうかなと思ってるけど、まあまあ直すほど悪くもないかなって感じで。ベイベーマサオですね。もうちょっとアップにしてみようかな。アップできるのかな。できるね。アップして、ちょっとこう影にするとより見せやすいかな。いいね。
次に作りたいのはね、あのカンフーボーイズだっけ、カンフーのやつあったじゃん最近の映画で、あれでさ兄弟子だからの時の顔があるんだけど、マサオくんの、それが作りたいな。あとマサオくん作ったからマサオくんのママとかも作りたいんだよね。あんまっていうかフィギュア化されないじゃんマサオくんのママって。だからねちょっと作りたいなと思ってますね。あれも結構難しいんだよね。マサオくんはね顔が丸だけで構成されてるんで楽なんだけどね。こんな感じ、ベイベーマサオですね。まあこれはねもう何個でも作れるんで、カラー張りとか作っていこうかなと思ってます。ドラえもんカラーとか作ろうかなとか思ってますけどね。ベイベーマサオシリーズね。うん、いや楽しいね。まあ手足とか本当はもっとリアルに作れたらいいんだけどね、しんちゃん系って足がすごいちっちゃいから作ったとしてもバランスが悪くなっちゃうんだよな。だから難しいんだよね。いやーなかなか、うん、次はねあの肌色の作り方を学んだんで、絵の具で作るとき。だから次はね顔はスプレーじゃなくて絵の具で塗ろうかなと思って、なんだっけ、3色混ぜると肌色とかなるらしいんで、赤黄色、赤黄色白だっけ、そんな感じでなんか肌色なるっぽいんで、次はね肌色も作ってやろうと思います。わーい、マサオくんですね、佐藤マサオ。そう、マサオくんの名字は佐藤らしいですね。佐藤マサオです。おー、はい、まあ簡単なんで、皆さんはねもっとねクオリティが高いの作れると思うんでね、これのもっとクオリティ高い版を作ってね、SNS などにアップしてみてください。はい、ということで今回のね、この工作動画以上です。この動画良かったなと思っていただいた方はね、ぜひ評価ボタンとかお願いします。チャンネル登録やね、コメントもお待ちしております。ちょっとこうやって、よいしょ。それではまた、バイバーイ。よいしょ。